あり最強のダウンフォースを生成。 FIA GT 欧州選手権タイトルを獲得。フェラーリ458イタリア GT3 総排気量 4497cc、 駆動形式 MR、 最高出力 9000rpm にて 550ps、 最大トルク 6000rpm にて 56kgfm、 全長 4599mm、全幅 2034mm、 全高 1157mm、 車両重量 1215kg、 吸気形式自然吸気。2009年にデビューしたフェラーリ458イタリアは360モデナ F430 と続いたそれまでの V8 シリーズの流れを組みながら 100% 真っ白な状態から設計開発された意欲作だ。その力の入れ具合はフェラーリのトップであるルカティ・ムンテセノロによって祖国イタリアの名前を冠されたことからも容易に想像がつくだろう。シャシー、ボディ、エンジン、サスペンションの主要部品などがアルミ製となるのは360や430と同様ながら、車体は430と比較してねじれ剛性で 15% アップ。ボディはフロントグリル内のウィングレットやフェンダーのチムニーと呼ばれる放出口なども含め、それまでの市販フェラーリとは革新的と言えるほどエアロダイナミクスが進化した。その結果、時速 200km 走行時に 140kg、最高速領域で 360kg オーバーの強烈なダウンフォースを生み出すことに成功している。ミッドシップ方式でマウントされるのは、570ps と 55.1kgfm を発揮する 4.5Lv8 自然吸気エンジン。7速のパドルシフト付きデュアルクラッチトランスミッションが組み合わせられ、時速 0100km 加速 3.4 秒。最高速度時速 325km というパフォーマンスを実現している。これをベースに FIA GT3 規定に合わせて開発されたレーシングカーが458イタリア GT3 だ。フロントバンパーはエアタム形状の低く構えたものとされ、リアには大型のウィングを装着、前後のフェンダーは大幅に拡大されるなど、ボディーワークはまさしく戦うための姿に変身。パワーユニットは基本的に市販車と共通ながら、リストリクターの装着で発表値では 550ps へと調整されている。実戦デビューは2011年で、この年 FIA GT ヨーロッパ選手権でシリーズタイトルを獲得している。